よろしくお願いします。対局開始。角道を開けます。これは角上がって開けてきたので取り手取っちゃいましょう。で金上がって角交換四間飛車でいきたいと思います。で銀上がって次に飛車を回ってで6筋から攻めていきたいと思います。玉は必ず2回は右に寄った方がいいと思います。まあ、囲いはこんな感じで簡単に。飛車を回ってみましょう。で桂馬出てきたので銀上がってでここで2分30秒突き捨ててから角を追ってみましょう。これがなかなか受けにくいのかなと思います。これは取って同銀のもう一回角のおかわりでで金上がってくると思いますが、桂馬跳ねて同桂同銀銀取っちゃうと飛車が取れるのでどうでしょうか。これは大体取って銀打ってこれはあ先に桂馬取ればよかったですね。これは失敗ですね。ちょっと王手が気になりますが、桂馬打ってみましょう。2分。これは逃げて打って銀打ちでしょうか。局面はどっちが優勢かはわかりませんが、この角は何ですかね。ちょっとわかりませんが、飛車打っておきましょう。これは取って銀ですかね。これを下がると死亡するので上がっておきましょう。これをかわして桂馬で王手ですかね。そうですね、かわしてもう詰みはないと思うのですが、金取ってこれは一回受けておきましょう。ちょっと怖いけど大丈夫ですかね。これは逃げ道を作っておきましょう。同桂同金頭金ですかね。これはかわしてもう詰みはないと思いますが、こ
これはもうさすがに勝ちだと思います。はい、ありがとうございました。